シグラミノスリム70 60SS14cm。 ほらまた来た、ザラパピこれすごくない？これすごいよ。やっぱり鼻のことになるとある程度やっぱり動かしたらキッチン、そういう動きね。そうですね、ミニマル65フローティングチューン、トーピード一発じゃないですかこれ。結構こうボリュームあるよねこいつ。10何グラムあるから相当重いやつですでかいよねバスよ。皆さんこんにちは、レオンです。メバルプラッキングのすべて第2弾。今回の第2弾のテーマはですね、メバルプラグのデフォルトサイズを探るです。まあそのメバリングに使用するプラグのサイズのですね、平均値が一体どこなのかという考え方なんですよ。まあ大きなプラグでメバルが釣れるっていうのはね、僕自身ももう随分前から本当にシーバスミノーで釣ったりはしてますから、大きいプラグで釣れるっていうのももう分かってます。おそらく皆さんも、あ、大きいプラグでもメバル釣れてるよねっていうのはね、ご存知だと思うんです。ただ知ってるのと、やれるもしくはやるのとはね、そこには随分大きなね隔たりが生じるんですよ。でなおかつメバルという魚はですね、かなり大きなプラグでも普通に食ってくる。我々が想像する以上に大きなプラグで釣れる大きなプラグの方が釣りやすいっていうことがね、僕自身の中でもね、毎年釣果を重ねるごとにどんどん膨れ上がって大きくなっていった。はい。ですから僕自身も5年前と今ではね、もう認識がねもう格段に変わってるんですね。で今回は、たくさんこのメバルプラッキングのすべてのために取りためた中から、特徴的な場面をですね、集めてメバルの、プラグサイズのデフォルトが一体どの辺にあるのかということ を皆さんの参考にねしていただけるような編集になってます。はい。例えばですね、もうかつてのメバリングですと、かつてのってまあ未だにそうなんだけど、常識的なサイズってこんなもんじゃない？ね、こっちがシュガーミーノの 50S で、これがジェイド、こんな感じですよね。ジェイドの方が1センチぐらい短いし、例えばミニマル、これミニマル50ですから、はい、ほとんどシュガーミノの50と一緒ですよね。5センチ、はい、でペンシルはというと、まあエルフィンプラティとかいろんなものを僕も使ってきましたけども、まあ昨今ではトップウォーターでは一番人気のこのメバペン、メバル、こんなサイズですね。ところがね、メバペンメバルには例えばこのメバペンマグナムっていうのが存在しますよね。まあこんだけサイズ違うとすごいボリューム感が相当下がりますね。はい。でミニマルで言うと、これももうね10年近く歴史があるプラグなんですけど、ミニマルには50と65があるんです。こんなにボリューム感違いますよ。これね、で、一つ面白いのが、例えばミニマルの場合は、釣り具屋さん行ってメバルコーナーを探してミニマルが置いてあったら両方メバルのコーナーに置いてあるんです。ところがメバペンの場合はマグナムはねメバルコーナーに置いてないことが多いの、お店で。これはチヌの方に置いてあることがね多いんですよ。名前はメバペンなんですけどねうん、これはねどういうことかというと、やはり使用者、消費者ね、アングラー側にもう6センチを超えるサイズになるとメバルがね釣りにくいというイメージをね持ってるからね、他ならないんです。
ですから作る側のメーカーもですね、これ作っても売れなかったらこれはもう商売になりませんというか、赤字、あの6センチ7センチのメバル用プラグですって作って、もしかして売れなかったらこれは大赤字になるんですよ。はい、作らない方が良かったななんて結果になっちゃうので、なかなかね怖くて手が出せないんですね。なので、実際にはすごくメバルが釣れるルアーであっても、メバル用と歌わずにね、この SPM75 なんかもね、まあ、その最たるもんだと思うんですね。 SPM の55はメバル、パッケージにメバルって書いたんですけども、75になると、チヌシーバスって出てくるんですね。で、最後後ろの方にちょこっとメバルって書いてあるような、ということでね、メバルのコーナーには並ばないんです。はい、それからね、例えばまだまだその大きなプラグでメバルが釣れるっていうことが本当に浸透してないなと僕がね、つくづく感じるのがね、 SNS です。実はですね、昨年2016年の、秋にですね、ふと思い立って Facebook 上にね、プラグでメバリングというコミュを立ち上げて皆さんにご紹介しました。で、現在、約800人ぐらいですか、900人になってますね。2017年1月、5日現在で900人になってますけども、はい、まあこういうふうにプラグでね、メバルを釣る遊びをみんなで分かち合いたいな、情報交換したいな、ということで、プラグでメバリングというコミュを立ち上げたんですけども、で、当然ここにはね、メバルをプラグで釣るのが好きな方、もしくはプラグでメバルを釣りたいなと思う方だけが集まってるわけですよ、900人、かなりお好きな方が集まったんです。ところがですよ、はい、ちょっとアップしてみますね。はい、と該当する皆さんごめんなさいね、毎日毎日皆さんこういうふうに、記事をこうアップされてるんです。まあ毎日僕チェックしてるわけなんですけども、皆さんたくさんプラグで釣られてます。はい、ということでね、皆さん非常に活発に活動してらっしゃるんですけども、このコミュですら、6センチを超えるプラグでの釣果を上げてこられる方がねほとんどいないんです。もうお一人かお二人か、900人中ですよ。それほどね、なかなか浸透していないですね。で、最初に言いましたけど、皆さんも僕も大きなプラグでメバル釣れる、そんなことは知ってます、レゴさん分かってますって多分言われると思うんです。だけど実際には投げてないじゃないですか。その投げてない背景に何があるかっていうと、やはりその自信を持って投げれない。どうしても3センチ4センチ5センチくらいまでのプラグの方がよく釣れるという観念があるからね、他ならないんですよ。僕自身がそうでしたから、その気持ちよくわかります。僕自身3年前までそうでしたね。はい、ということですね、今回はですね、その辺の実態を見ていただこうということで、いくつかこうピックアップして編集してます。広島市内あり、山口あり、愛媛あり、それから横浜ありですね。で、特に広島県の地方の堤防なんて大体15センチから19センチぐらいのメバルしかほとんどいない状態なんです。で、そういうメバルを大型プラグでと小型プラグで釣って、一体釣果にどれぐらいの差が出るのかみたいなところもね、実態を見ていただける、そうすればまたね、かなり観念というのが変わってきますので、特に見ていただきたいのはプラグのサイズ感、魚のサイズ感、その辺に注目してね、今回はご覧ください。完全に干潮潮止まりなんです。で、今日は12月27日、クリスマス明けてすぐですね。はい、堤防がね、ここと対岸にもう一つ
向こう明かりがちらっと見えると思うんだけど、まあ、堤防2つあって、まだ12月ですね、瀬戸内の堤防の明かり回りってね、あの12月はね、まだあまりメバルが寄ってなくて、あまり釣れないんで人来ていません。まあこんな中でもね、プラグで釣れるのか、あえて来てるんですよ、あえて。この瀬戸内の場合も明かりにメバルがしっかり突き出すのってもう2月超えないとダメ、3月に入ってからどん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 数が増えていって、4月ぐらいでピーク迎えるんですけども、あえてこの明かりにまだ寄らない時期、いてもね多分小さい、うん、そういうのをそのプラグで攻略できるかどうかっていうのをね、あえてやってみますね。いろいろ持ってきてるんだけど、これね、うん、まあ当然普通の、まあ、この辺はあれです、ね、シュガーミの S シンキングと、この辺がまあ、リッチの 60SS とかね、まあ、ミニマル入ってたりします。ここメタル系がちょちょっと入ってて、反対側には、まあ、トップですね、これタイニートーピードメバペンメバルで、シンキングペンシル、これ75センチなんですけど、 SPM の75、これ、ね、リッチ 60SS 等々、こんな感じで一応持ってきてます。あとね、魚が浮いたらと思って、これかなり僕好きなルアーなんですけどね、シュガーミノースリムで、これが90で、こっちが70、でかいでしょ。50も実はあるんだよね。でも僕の中でその小さいフローティングプラグは、例えばリッチ 35F とかね、そっちでいい、うん、リッチ 35F が、フローティングの一番小さいもので、その次が、これです、50のね、シュガーミのスリムフローティングの50で、70、90というふうにね、割と大きめを、シュガミのスリムだけで50、70、90という揃え方を僕はあんまりしない。なぜならシュガミのスリム特有の釣れ方ってのがあって、まあだいたいイカナゴパターン、そうするともう最低でも7センチ、大きいのも9センチ、もう最大で115なんていうのも使うことがありますけど、まあ7センチ、9センチぐらい、これは魚が浮いたら、もしくはある程度小魚系が入っていれば、この結ぼうかなということで、2ボックス。だから僕はあのこのショルダーバッグに入れてるのは2個だけです。うん、これに、P ラインも持ってきてるので、リーダーと、あとスナップ系だけど、僕ねこれスナップのスナップ持ってるんですよ。意味わかるかな？スナップをつけるスナップ。これいいです。整理しやすいです。一個ずつ。うん。箱の中でバラバラやるよりもこれがいいかなと。最近これお気に入り。ラインカッターもね、セラミックの刃。これ。うん。これもね、錆びないしね。お気に入りです。はい。さておき。何から投げるかなんだけど、まあ、大潮の土管長ですから、相当水位が低くて、僕の経験では干潮の時はメバルはそこにつきやすいんですよ。で満潮になると水かさ増えるんだけど、なぜか浮くことが多いんです。だから今干潮なので、まあ、基本的にはそこへついてると、しかも足元に伊豆に沖へ下がってると、水位が低いから沖にいて、なおかつボトムだということを想定して、まず結ぶのがシンキングミノーですね。はい、これまずこれからスタート。SPM の55、50かな？打ち忘れちゃった。はい、まず一発目のね、チェックポイントです。ここで、最初に結んだプラグがね、SPM の、55、結んでますけど、実はね、本当に僕がプライベートで、これやっぱりあくまでもその、メバルプラッキングの全てという、こう一連のね、セミナー動画を意識して釣ってる場面なので、本当にその素直な僕のプライベートな釣りにはまだなってないんです、ここは。であえて55を結んでるんです。
見せるために、だから全くの僕がもうそのカメラも何も意識せずに自分が釣るだけの時はね、7号を結ぶんですよいつも、特にこの1年がそうです。2年前はねそこまでやってない。でなぜ7号を結ぶかといえば、5号も7号もね僕の経験では聴覚変わんないです。本当に変わんない。だとすると飛距離が出て扱いやすい7号の方が楽だから、5号を結ぶ時っていうのは7号で反応はあるけど杭が悪い時に5号を出すというね、その、サイズの順番がね一般的なその観念とは僕逆転してるんです、ね、なのであえて5号、後で7号を結ぶための5号、見せるための5号だということをね意識してご覧ください。はい、まあ通常は僕はね70、7号使うんです。 SPM はメバルがね18センチ20センチでも7センチのミノを使うんですけども、まああんまり本当に大型が入ってないんじゃないかと想定して、とりあえず5センチのねシンキングミノから始めます。これをボトムまで落として、そこからまあゆっくり巻き上げてくるような釣り方でねトライします。で釣ってるうちに数時間経てばね潮も上がってきてメバルの寄りも良くなって、大型も入ってくる可能性があります。でライズしだしたらまあトップの出番で、はい、僕の大好きなザラパピーメバルカスタムですね、うん、今日はあえて赤フックじゃなくて、ね、検証のために黒フックつけてます、はい、で PE タックル四つ編みのリアルテステックスの 0.35、 7ポンドありますね。それに 1.75 リーダー、この2タックルで今日はやってみますね。さてでは第1投いってみますか。まだね潮がちゃんと動いてないのでかなり緩い状態ですね。まあ沖目にいると仮定して今多分 22,3 メーターぐらいの距離でね投げて一旦底取りします。このね SPM っていうシンキングペンシルはね結構ウエイトがあるんですよ。一般的なあのメバル用の新ペンに比べたらかなりウエイトがあるんです、ね、だからフリーにしておくと多少流れがあっても沈むし底取りがね楽なんです。で重たいからあの表層をゆっくり引けないんじゃないかなと思って、嫌う人もいるんだけど、これね使うと分かる。巻くとねすぐ浮き上がるんです。で意外にねウエイトからするとちょっと想像つかないくらいねゆっくり引けるんです。竿を立ててゆっくり引けるので僕はね相当重宝してますよ。飛距離が出るし、ゆっくりも引けるし、あ、投げてみるとあっという間にこっちに流されたね。動き始めたね。もう一回ちょっとキャストし直します。正面に投げたのにこんなもう左へ90度ぐらい左へ持っていかれちゃってるね。こういう時に軽すぎるとね難しいんですよ。もう少し右へ投げて、フロロはコンタクロフロロで 0.65、 3.4 ポンドだったかな。ブリデンフロロ細かい数字覚えてないんだよ僕まあ3ポンドオーバー、3ポンド強だと思ってください。まあ瀬戸内なら少々大きいのが来ても取れるですね。3ポンドちょいあるとほとんどこれでやられてますね僕は。ただザラパピーとかねトーピードを投げるときは3ポンドじゃ投げません。 PE の03か04でリーダーを 1.5 号から2号にして強めのラインセッティングでやります。なぜかというとシーバスとかねチヌが食ってくるんですよ、イカが出回り出すとね。おし、タクタクタクタ、お、意外にいいぞ。じじいってるぜ。お、よし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 。おお。この時期としちゃ、
言うことないサイズが来たぞ、いきなり。3投目4投目うわ、こりゃ嬉しい。ほら、みんな釣りに来ないのにこんないいやついるよ。これこれいいわ、これ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 、ほら、あー素晴らしい。ちょっとドラム緩すぎた、危なかったよ。あのモニスタックするとこだった今。これ立派だよ、嬉しいな。やりました、幸先なんてことじゃないね。うん、案の定で黒メバル、ブルーバックですよ。あ、でもね、リアフックしか食ってきてないから渋いな、渋い。うん、これ最盛期だったらもうフロントフックがガツンと来るんだけど、リアに来てるよ。メソッドはね、潮が見ぬ方ってなっゆっくり巻きながら、右前方から左後方へ抜けていく潮にこうゆっくり巻きながらドリフト、ね、というよりも沖から手前に流れてくる潮なので、ほとんどドリフトなんです。そのどんどんラインが緩むので、緩んだラインをこう回収して、うん、ラインがその張らず緩まずの状態を維持するような巻き方だから、リトリーブとは言い難いところがあるね。で、微妙にテンションかけとかないとね、このプラグがね、いい姿勢が出ないからね、悔いが悪いんです。常にそのプラグの頭の方向が一定方向へこう動いて、生き物っぽさを演出しないとメバル食ってくれないので、だからテンション抜きすぎると食わない。今うまくいきました、よっしゃ。やっぱり最初に想定した通りだよね、浮いてないよ。今ボトムから巻き上げって言ってもね、こう今投げてるコースはね、左後ろへずっと流れていく仕様なので、右側へ投げたのとはちょっと違うんです。右に投げたところは潮が動いてないので、巻くとどん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 浮き上がっていくんですけど、この今僕キャストしたコースっていうのはどんどん後ろへ向かって流れていくので、巻いてもね浮き上がってないんだよね。そこの方をドリフトだけしてる感じで、でこの堤防の左角の潮がぐわっと動くところへ差し掛かった瞬間にグンって乗ってきたんです。だからレンジは低い、まだ。多分この堤防の左角のね、潮が当たって寄れるところに潜んでたんじゃないかなっていう感じの一匹だったね。うん、連発はしないと思うけどね。少しずつキャストコースを、着水位置で2メーターずつぐらい今僕ずらしてるんです。底取りする間にすごい糸ふけが出ちゃってるから相当押されてるね、やっぱり流れに。でちょっと巻いたら巻く手を止めてボトムドリフトで、緩んだ分また巻き取ってまたドリフト、スライドドリフトみたいな感じですね。底の方をで、糸が緩んだ分また巻き取ってまた止めてドリフト。あ、いつも言ってんだけど、基本的に流れのある場所ではあまり巻かない釣り、流れを利用する釣りね、流下ベイトを演出する基本ですよ。例外は必ずあるけど、で流れの出ない場所ではルアーを自ら動かしてやる。
まあ、それがいわゆるメバリングの代表的な、ね、デッドスローとかスローリトリーブとかって言ってるのは、基本は流れがない場所のベーシックな釣り方です、僕の中じゃね。結構流れてるのにその流れに打ち込んでこう巻く釣りをする方がほとんどなんですけど、それはね、僕はね絶対的に効率が悪いと、うん、僕の経験では効率悪いです。流してやる、テンションを張らず緩めず流してやると、ルアーがね勝手にこういい姿勢で流れに乗ってこう下ってきて、ね、自分の正面より左にいた時にルアーがクッと向きを変える時にバカーンと当たってくるんですよ。要は UG エフェクトの U の始まりかけ、 UG エフェクトの U の始まりかけでルアーがクッと向きを変えて姿勢変えるんです。それがすごく魚っぽくて餌っぽくて、食うからシーバスやってもね、トラウトやっても UG エフェクトっていうのは重要になるんですけど、メバルも一緒。第二チェックポイントです。まあ、今流れのある中でね、その巻く釣りをするのか巻かない釣りをするのかということの説明なんですけど、巻いてるじゃないかと。巻いてるんですけど、この巻くという概念がね、流れが全くない場合には、自らルアーを動かしてメバルのいるポジションへこうだんだん近づけていって食わせましょう、巻きましょうという考え方なんですけど、流れがある場合はメバルがここにいるとしたらですね、こういう流れに対してここにいるとしたら、ここへキャストして流れに乗せれば巻かなくてもここへ来るわけですよ。で、この平行な流れに対してキャストして巻くと何が起きるかというと、流れの筋を斜めに切ったり直角に横切ったりしちゃうわけね。そうするとでかいメバル食わないからね。小さいメバルは食うけど、本当にでかいやつは反応しない。これはもう何十回も僕は経験してるので自信持っています。渓流トラウトのね、ドライフライの釣りと同じなんですよ。流れが平行に流れてます、ドライフライに投げます。これが適正に流れに沿ってきれいに流れてくれないと大きなトラウトは反応しないんです。だから、フライをキャストしてラインが上流から吹き下ろしてくる風なんかに吹かれて、ドラッグがかかった現象、要するにフライがこう流れなきゃいけないのにラインが風で引っ張られるから、こう表面をススッと滑った時ね、流速よりも早く動いたりとか流れの方向をよぎったりすると、小さいトラウトは食ってもでかいトラウトは反応しないっていうのは、これはもうフライの世界じゃ常識なんですけど、実はルアーの世界でメバルの世界でも全くそれと同じ現象が起きる。だから僕は巻かない釣りを推奨するのはそういう意味合いもあるんです。で、この場面はね、僕の立ち位置に対して潮が斜めに来てるんですよ。右前方から左後方へ。ですので右前方へルアーをキャストして、その流速にルアーのスピードを合わせるために巻いてるだけなんです。だって巻かなかったらどんどん糸たるんでくるんだもん。右前に投げて左後ろへ流れていくんだから、当然糸をたるんできます。そのラインスラックを取るために巻いてるんだと理解してください。これが真横の流れだったら、僕多分ほとんどハンドル回してない映像になると思うんですよ。キャストして全くたるんでたんで分かんないんで、少し張らず緩めずの調整をリーディングでしといて、その後はちょんちょんとトゥイッチを入れて一歩ずつこう左へ移動しながらこう流していく。で、またちょんちょんと入れて適正なそのラインスラックにして、また一歩ずつ左へ移動するといったようなね、まかない釣りの釣り方をねお見せ、できるんですけども、この時はねちょっと斜めの潮なので、その辺を錯覚しないように見て、もう一度見ていただけるとね、よくお分かりいただけるだろうと思います。メバルも一緒、うん、だから巻く釣りよりもメバルがいそうな場所を特定させて、そこへちょうど U 字ターンの頂点をね、そのいそうなところへ持ってくるような場所に立たないとダメです。
これ立ち位置がすごく重要です。あ、今当たったけど乗らなかった。お、よっしゃ来た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 。お、今日サイズがいいな。そうだろう。あ、バレた。うわー、ショートファイトなのよ。さっきのやつよりでかかったよ今の。くっそー、メバルめったにバラさないんだけどね。テールフック一本しかかかってなかったな今の。きっとバラしたのがまずかったかな。やっぱりね、危険信号出るからね、あのバラた瞬間ってバッってで周りのやつがビビってちょっと食わなくなるっていうのはね、やっぱりメバルでもあるよね。たくさんいて餌が来てこうフィーバー状態になってる時はね関係ないんだけど、数が少なくて少しナーバス気味な時はね、やっぱりねバラしたり足元でリリースするとね、群れがちっちゃいことはたまにありますね。メバルでもバラしたのとリリースしたのは微妙に違うんだよね、多分僕が思うに。リリースしたやつはね、割合ポチャって返しても割合こう安心した状態っていうか、ふぬけた状態でふーっと帰っていくので、どうやら危険信号に見えてないです。どうして言い切れるかっていうと、僕メバルがわーっと見える、昼間にそれ何度もやってるから。昼間にいる群れがわーっと目の前にいるわけで、一匹釣って足元でリリースすると、そいつスーッと行って群れの中でピュッとまた元の位置に戻るんだもん。で他のやつはそのまんまだもん。だから全然あの足元でメバルをリリースしたら群れが散るからっていうような話をねちょこちょこ聞くんですけど、大抵の場合はそんなことなってないね、リリースの場合は。ただ群れの中でバーンとかけてグングングンってやった時にパンとバレると、なんかこうバレてあーってなった瞬間にその群れって一瞬にしてパンと散ることはある。それは何度も見たことがある。だからリリースはいいんです、バラしがまずい。この時間帯にもう一匹欲しいな。あまり釣れると思わずに始めた時間帯なんでたくさん釣れなくていいんですけど、もう一匹だけ、さっきのあのバラしたやつ釣ってたら、この今日のこの場所での前半の釣りはもう完璧です、パーフェクトです。だからもう一匹だけ釣りたい。あ、当たった、かけ損なった、くそいるね。ただなぜかすごく食いしぶい、うん、すっごいショートバイトだ今日、気をつけないと。いるな、いいぞ。あのね、ショートバイトの対処法ってね、あのワーミングでもプラッキングでもね、いくつかあるのよね。で僕は割とあの皆さんがやるようなショートバイト対策やらないですよ。ジグエンドのワームで釣っててショートバイトだからってこう短くしていく傾向がほとんどじゃない。僕逆、大きくするからね。ワームを長くすることによって、今までテールしか噛んでなかったのに、今度の餌は大きいから尻尾噛んだら逃げられるから頭を噛みに行こうとかね、そういうその本能的なところへスイッチ入れてやる方が、確実にね釣れたりするんです。ということで SPM をこれ、さっきこっち50つけたんです。今度は75、プラグのサイズを上げて、食わせたらどうなるかっていうのをねちょっとやってみようと思います。よし、行ってこい。
わあ、今度はすごい、あの引き重りがずしっとくるね。ものすごくルアーの位置がよくわかるわ。エビったんじゃないかなっていうぐらいずしっとくるな。潮の向き変わって流れ噛んでるね、これ。こういうルアーがあの水を噛んでる状態の時ってのは大体釣れるんだよね。ジギングでも何でもそうだけど、引き重り感がない時って案外食わない。かけ損なったからな、次食ってくれるのかな。うん、今度は7号だからボトム取りやすいね。ちょこちょこっとそこ打ったりするね、ルアーが。わー、足元でピックアップすんのに食った。これ今足元までボトム引いてきて、ボトムからスーッと水面までこの SPM の7号を持ち上げたら食ったよ。水面切る瞬間で飛びついてきたよ、バシャーって。こんなちっちゃいのが、これ見てよ、これ、このサイズ感見て、サイズ感、ほら、こんなんだよ。こうね、プラグのサイズ関係ないでしょね。ほら、あんま長さ変わんないもん、これ14センチくらいのメバルが7センチのプラグ、7.5センチプラグ食っていくんだよ、これ。ほら、ここね、ちょっとね、皆さんもう少しね、あの認識変えて自信持ってやってほしいのよね。メバルに 7.5 センチとか8センチとかでかくない、それだと釣れなくないとかって思わないように食うんだよ、これね、バッチリですよ、ほら、こんなだもん。よーし、OK です。なかなかいい感じで進行してます。で、この色見て、うん、ちょっと影になってカメラでうまく映んないけど、ほらね、こういう色の良さね。これまあブラウンなんだけど、クリアボディにね、茶色を塗ってるので、そのクリアは殺さずに、なので少しオレンジっぽく見えるんですけど、実は茶色なんですけどね。こいつね、こういうのが一番力発揮するのはカラーの話ね。常夜灯でもあのオレンジの街灯があるでしょ、そういうところでね、この手の色はね激効きするんで覚えておいてください。 DVD ちなみに、メバルプラッキングのすべて、リアルなメバルプラッキング、この中でね、僕一番言いたいのは、今までメバリングでプラグしようとした時に、プラグの釣りをするときにね、プラグサイズが小さすぎたよ。その、なんだろうな、常識的なベーシックなサイズが 3.5 とか4とかね、でしょ。もう 5.5 とか6とか言ったら皆さん使わないじゃない、大きすぎると思って。僕はね、それは間違いだったと思ってる。うん、だって今のだってもう証明してるじゃん。今度は 14、5 センチのやつが 7.5 食ってくんだよ、普通に。で、小さくしたらたくさん食うかって言ったら、決してそのことないからね。下手すると大きい方が早く見つけてくれてね、どんどん食ったりするからね、餌によっては特に。だから網パターンの時にザラパピーで釣れたりするのよ。ふぐみちゃん何結んでるの、さっきから。それまでは釣れた？何も釣れてない？
ワームでずっとやってた福美女子が何も釣れないだって、ワームで。ほら、ワームで釣れない中でプラグで釣れちゃうんだもん。ね、ワームだから釣れるってわけじゃない。ワームがすごくいい時もあるけど、プラグがいい時もメバルの場合はすごく多い。そこはアジとは違うよね。アジはやっぱり圧倒的にワーミングの釣りが強いけど、メバルはね、もう今や僕の中じゃね、6割ぐらいプラグの方が釣りやすいなっていう魚です。あと4割がワームね。予想通りね、12月下旬の広島の一般的な明かりつき堤防っていうのはね、本当にメバルのね、寄り付きが悪いんですよ。まあですから道上げ、ちょっと釣ってみて5、6匹、うん、まあまあ、こんなもんでしょう。でちょっと潮止まり休憩してですね、この後はあの すごいシャローサーフ、もう水深1メーターあるかないか、そこがもう完全に砂地だけ、そんな場所でもねメバルがいて、しかもそれがうまくやればちゃんとプラグで釣れますよっていうのをこの後見ていただきますのでね、そこが砂地で明かりもありますから見えちゃうんです。そこはね、そんなとこじゃ釣れないだろうと思ってる方はね、あのそんなことないです。魚が見えさえすれば必ず釣れますので、ぜひ参考にしてみてください。満潮からね、作業の潮が聞き出したのでまた釣りを再開するんですけども、込みでね5バイトの2匹しかキャッチできなかった、非常に渋い夜なんですけどもね、今からこれ打とうとしてるとこは明るいうちに取ったシャロー地帯、あの水がなかったとこ、砂浜が出てたとこね、こんな感じ。今ね土管町なんです。大潮のね土管町なので、足元でバーッと露出してるんですよ。あの岸際見てもらったら波打ち際ね、砂地が出てるじゃないですか。実は満潮になるとあの位置でねメバル釣れるんですよ。はい、それがね満潮で今水がいっぱい来てる状態で、うん、休憩から戻ってきて、ちょっとライトでねここ照らしてみたらね、メバルが何匹か見えたんですよ。まあ大きくはないんですけど、17、8か20センチぐらいのが、でそいつをちょっとチェックしてみようと。でルアーはシュガーミノ 50S の、ダイヤモンドダスト。ちょっとこう色をついて見えちゃうね今ね、グリーンに、あの白い半透明系のルアーです。でこれ水につければねクリアになるので、はい、ライトで見えたメバルの様子見てたら、ちょっと網かなんか食ってるっぽかったので、まあ、このシュガーミノ50で、ね、通してみます。よし、まあ、満潮で潮が高いといってもね、水深が1メーターからだんだん深くこう深くなってくるんですけど、1メーターからまあ1メーター50ぐらいの間ですね。沖にも浮いてるのか。沖のやつはそこそこのサイズじゃないのかな、明かりが届いてないところ。よし、よし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 、釣れました釣れました。沖の表層付近に浮いてたよ。足元で食ってきたやつと全然違うサイズが。よっしゃ、シュガーミノ 50S ダイヤモンドダストね、僕のパイロットルアーです。よし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 、うん、なかなか渋いんだけど、なかなか渋いんだけどいいよ。
これは、あ、これ黒じゃないよ、白メバルだよ。うん、これ白です。白。なかなかね、黒と白、黒のね、お腹の白いやつと白、なかなか見分けつきにくいんだけど、今カメラではね、ちょっと色が変わっちゃってると思うんですけど、このしましまが薄茶色でお腹が白いっていうのが白メバルの特徴。やっぱり下が砂地のとこって割合ね、砂地泥底っていうのはね、白が入りやすいんですよ。本日初の白メバルです。よしよし、 OK。 やっぱりどこかへね、いくらかはついてんだよ。でしかもこいつフロントフック食ってるじゃん。うん、沖の流れの中にいるやつはやっぱり活発だってことだよね。よーし、反対側へリリース。お、よっしゃ、食った、食った食った。サイズはまあまあ似たようなもんだけど、いい感じで、うー、やるねー、やるねえ、しがみのおくん。ほら。いい感じじゃん。白だろう。白です。白メバル。ほら。これもフロント食ってる。ね。フロント食ってきてます。バッチリ。やっとメバル釣りらしくなってきたな。うん、よしよし、楽しくなってきました。いい感じでパタパタっと釣れましたね。うん、でシガーミのゴマレスで釣れてんだけど、その今の2匹の釣れ方がね、表層直下で食ってるんで、今度はシガーミのスリムのね、フローティングで釣ってみます。ルアー交換。はい、ルアー買いました。シュガーミのスリム、70です。サイズを大きくしてフローティングで、うん、でこれは巻けば潜っていって、テンションかけたまま止めてると、うわーっと浮き上がって水面に、ね、背中へポコッと出すんです。この過程でね、食うことが多くて、やっぱ上を意識してるメバルってのはもう圧倒的に、そのシンキングで釣るよりも、そういういわゆるライジング的なね、ミノの方がよく釣れるので、そういうパターンかもしれないんで、やってみます。まあ、投げて巻いてきて、今潜ってますから、ここでテンションかけたまま止めるんです。巻いて潜らせてテンションかけて止める。うん、当たらなかったね。ちょっと違うのかな、シンキング有利の場面かな。いつも身辺が有利なんてことは絶対ないんだよ。フローティングははるかにいいとき、シンキングははるかにいいとき、それぞれある。ほら食った、ほらほらほら、簡単に食ったぞ、これ食い方が。よっ、おっしゃ、よし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 、うー、代表的な食い方してくれましたよ。こりゃいいぞ。ほれ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 。ほら。シガーミのスリム70。ほら、ばっちり。いや、いい感じになれたしたね。もう、サイズは2の。うん。
この時期に僕はサイズ狙う釣り方はしないので、もうサイズは全然構わないです。そんなことよりもね、釣れ方の方が大事。うん、これもフロント食ってきてるじゃん。今日釣り始めほとんどテールバイトばっかりだったのにね、やっとフロントへね食ってくれるような活性になってきました。サンキュー。はい、ここまでね、あの広島の明かりつきの堤防、12月の明かりつき堤防の釣りを見ていただきました。で、次は今度はね1月の山口で、同じように誰もがアクセス可能な一般的な明かりつき堤防でやります。で、この広島山口と2つの場所を続けたのにはもう意味があります。これは、この2箇所はね大型メバルいないです。もうまずいない。釣れるのは15センチから20センチくらいの小型メバルが 90% 以上、そんなエリアでなおかつ6センチを超えるような大型プラグで、普通のジグヘッドリワームリグや小型のプラグにと比較してどうなんだっていうのがね、一大テーマですので、そこをね、あの意識して見ていただきたいんですよ。で、この広島でも友人が実は一緒に行ってるんですよ、一人ね。で、ジグヘッドにワームで、最初の、そうですね、2時間ぐらいはやってるんですけどね、小さいメバル2匹しか結局ゴミ仕様で釣れなかったんです。で、僕はその間に7センチや7センチ5ミリのプラグまで使って5、6匹釣ってる、釣れるじゃないかっていうところを見ていただきたいわけで、この後にお見せする山口も同様です。もう15センチから20センチあるかないかのメバルしかほぼ釣れない場所、そこへあえて行って、で、今度はドクター T というね友達と一緒に行って、彼には小さいプラグを結んでもらって、僕は6センチ以上ぐらいのプラグを主体にして、釣果にどれぐらい差があるのかっていうのをねあえてやってますのでね、その辺を注目してご覧ください。よし、食った食った食った。 SPM75 の、スローリトリーブで食ってきました。よっしゃー。わ、フロントフック着てるよ、綺麗に。ちっかわいいメバルじゃん。かわいいサイズだけど、しっかりフロントフックへ。ほら、これね、うん、やる気満々ですよ、この食い方は。ほら、バッチリでしょ。はい、 SPM75 で2匹目来ました。ただ今僕これ2匹釣ったんだけど、2匹釣ってと思うんだけど、シンキングペンシルが状況にぴったりという状況じゃないですね、うん、もっとね多分違うタイプのプラグの方がさらに釣果が上がると思います。はい、今度はこれです。リッチスリム60のスプリングスグリーンですね、はい、リッチスリム60。これもね、なかなかいい仕事してくれるんで、こいつ入れてみます。リッチスリム SS ですから、スローシンキングなので、さっきの SPM よりももっと上のレンジをねゆっくり通せるわけで、今 SPM で2匹釣ってみて思ったんだけど、もう少し上のレンジの方が多分釣りやすいだろうと思って、この 60SS です。ほら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 、一発できた。やっぱね浅いんだ。
浅い浅い。こうです。スローシンキングでスローリトリブしたら簡単に食ってきた。さっきよりも、もうはるかに簡単に食ったというか楽に釣れたし、食ってくのも早かったから、やっぱりレンジがぴったり合ってんだよね。うん。だからといって、ああ、メバル釣るのはリッチの 60SS がいいんだ、SPM よりいいんだ、じゃないよ。条件次第、SPM がいいとき、60SS がいいとき、シガーミの50がいいとき、シガーミの、スリム95がいいときとかね。もうそれはもう条件次第だから。どのルアーがメバリングに一番いいんじゃなくて、どのルアーも全部メバリングにいいんです。ただ、その条件で何を使うかということをね、きちっとその合わせられるスキルを身につけなきゃならないということを言いたいです。はい。60SS スプリングスグリーン。メバルのサイズは18センチ。プラグがでかく見えるね。サンキュー。このリッチ 60SS はね、ツイッチかけるとね、平打ったり、テーブルターンしたりね、素晴らしいトレックダートのね、いい動きしてくれるんで、イカナゴなんか入った時でもね、ものすごくいいです。で、スローシンキングだから、ある程度レンジコントロールもね、自分の任意にやりやすい面も持ってるので、トラウト、ミノーなんだけど、僕はものすごくメバルに向いてると思う。バスディさんのルアーはだいたい好きでいろんなもの使ってきてるんだけど、シュガーミノー、それからシュガーミノースリム、で、このジップベイツさんのね、リッチ60っていうのはね、とりわけメバルにいいですね。スピードかな？早巻きの方がいいかな？ひょっとしたら。ちょっと早めに巻いてみようか。ただ巻くだけの早巻き早巻き、こんなスピード。わーし、くった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 。これ活性高いって。早巻きの方が、早巻きの方がいいぞ、これ。リッチの熊で SS、早巻き。見えたかな、今のハンドルスピード。うん、パッカーンです。よし。いいぞ、いいぞ。早巻き。うん、早巻きで簡単に食ってきてる。フロントフックだよ、しかも。フロントフック。もうやる気満々ですよ。今の早巻きが再現性があれば、もうメソッドとしてはね、かなり正解に近づいたってこと。SPM からさらにレンジを上げて、リッチ 60SS で、で、スローリトリーブやトッチかけたのポーズでは食わないので、今、早巻きしたらパーンって一発食ってきたので、これが同じやり方ですぐに2匹目、3匹目を釣れたら当たりメソッドってことです。よし。たーっと巻いてくるんです。もうメバリングとしてはもう相当な早巻きですね。で、これがメバルのそばを通過すればスコンと食ってくると。今釣れなかったのはメソッドが合ってないんじゃなくて、メバルのそばを通らなかっただけだと思うんです。はい、今ね、釣ってて巻いててキャストして、ラインスラックを取って巻き始めてすぐ気がついたんだけど、やっぱ風の向きがこう変わるので、 P がね、吹き上げられて吹き流されて、自分が通したいコースにね、プラグが通せてないっていうのがね、瞬時に分かったので、フロロタックル、フロロ 0.65、ルアーは同じ、リッチ 60SS。 これでもう一回トライしてみます。うん、やっぱり風に強いね、フロロは。SS ですから、スローシンキングですから、少し潮に混ぜませて、風が吹いてるのでね、すぐ巻いたら水面割っちゃう可能性もあるので、少し馴染ませて、そこからリトリーブ開始、少し早めのリトリーブ。
よし食った。やっぱ薪の方がいい。薪の方が結果が出てるね今日は。ポーズよりも薪の方がよく釣れる感じ。はい、60エースです。このメバルは約20センチあるな。藻が絡んでるから、あの藻のあるところのキワキワで釣れたね。プラグがもう胸当たっちゃったんだよねこれ多分。よし、なんか1月明けてすぐなのに絶好調になってますよ。今回は年末厳しかったけどね、28日に、2015年のラストのロケやったんだけど、あれだけ厳しかった。うん、サイズが可愛らしいんだけど、今日はねよく釣れてます。これでもう1ヶ月半2ヶ月経つとどんどんサイズが良くなってくるんですけどね。沖合、堤防先端のですね、少し沖目に浮いてる感じがするんですよ。今、リッチ 60SS をフルキャストしたい位置で、巻き始めにすぐカンと来て乗らなかったので、今度はねこれ、シュガーミノスリムの95F、 今度はフローティングです。ロングリップでねしっかり水噛んでくれて、で泳ぎは大きなこうスラロームの泳ぎ方をするんです。で、まあ、細身なので飛距離もよく出ますしね。で非常に魚の乗りもいいし、止めて待つとふわっと浮き上がって、そのいわゆるライジングアクションも使えるので、こっちの方がベストマッチするかなと、先端の沖合にいるメバルに対して。はい、これでやってみます。今 DT がねトップ投げてて、風が横風だから押し流されてね、出るんだけど乗り損ねてるみたい。やっぱり流速とピタッと同じで流れないと難しいよね。いまいちレンジが合ってないみたいになって、ここで強盗してくれなかったので、確認のためにまた 60SS に戻すと。よし食った、よし食った。今潜らせてドラッキング、潜らせてドラッキングで食わせました。まあ、お、サイズアップどっちにしても今の状況ではこの 60SS が合ってるね。あのレンジの 勝利間違いなく。食い方もいい、フロントフックできっちり食ってます。食い方もいいです。これフロントフックへバチッと、いい食い方してるし、うん、楽しい実に楽しい。 This is a plucking です。メバルプラッキング。 60SS を着底させたらすぐ、まあロッドをほぼ水平が前ぐらいで、水面直下をゆっくり巻いてきます。で時々止めて様子を見ると、ほら止めたら食ったでしょ。で巻いてきて止めて食う、これがねジグヘッドのワームじゃできないのよ。フラグならではの釣り方なんで今だ。巻いてきて止めて、ほとんど浮かず沈まずの状態でこのスローシンキングミノーがね、水面直下でステイしてる状態で追っかけてきたメバルがね止まったからパカッと食ってくれたわけですよ。はい、リアフック、リアバイトですね。うん、どうもねさっきからね着水直後に当たってるパカーンって。
着水直後に当たって巻き始めたら当たらないってことは着水音に反応してる可能性ありあり。そうなるとペンシル面白いかもね。ひょっとしたら今もうすでにトップモードに入ってる可能性がある。水面炸裂モードなのかもわからないね。もう一等して食わなかったらトップ経由を今度は試してみましょう。お、ペンシル？あ、じゃないわ。すごい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 。お友達がシュガーのこれ9号だね。シュガースリム9号で、ライジングスターだったっけ、カラーがね。イエローとレッドの、お腹がベリー、レッドベリー。背中がイエロー、フロントフックがツンクってきてます。さっき僕は投げて食わなかったやつね。今ちょうどメバルが少しレンジが上がってきてシュガーミノスリム 95F のレンジに今なってるのかもしれない。だって僕が釣れなくてすぐ隣で釣ったということはそういうことなんだよ。ありがとう。今日はどうやら、リッチ60SS デーですね。一番釣れやすい飛距離、それからメソッド釣れる頻度っていうのかな、バイト頻度から考えてもこのリッチ 60SS が一番今日は 楽だ。どれでも釣れるんだよ。どれでも釣れてんだけど SPM はちょっと苦労したね。でシュガーミノスリムも風の悪影響を受けて、ちょっと釣りづらかったけど、結局この 60SS が一番簡単に魚を連れてきてくれてるって合ってんだよ条件に。おっしゃ食った。2、3頭に1頭連れてきてくれる。よっしゃー、サンキュー。今日はこんなとこかな。ね、もう十分結果出た。2016年1月9日、山口県の明かりつけの堤防でプラッキングをやるとどうなるかっていうねロケなんですけども、まあ一つの結論が出ましたよ。あとはそうだな、もう一箇所ぐらい港を回って、サイズが上がるかどうかぐらいかな。ということで、まああと釣れたらまた画面つなぎますけども、とりあえず今日のところはこれまで。やめようかと思ったけど場所移動してもう一箇所、今回はね打って変わってこれべった投げで風も何にもなくてもう海面鏡みたいな状態で非常に釣りやすいんです。ただ魚が釣れるかどうか別、やっぱりねある程度荒れてた方がメバルもね釣りやすいんで、まあ、とりあえずここでやってみます。ルアーはさっき結んでたのそのままでリッチ 60SS。 さて食うかな。とりあえずリッチ 60SS をゆっくり、あ、足元見えるよメバルが反応しない。お、食った。今ちょんとツッチ入れたらパコーンと一発で食ってきた。これサイズは一緒一緒というかちょっと下がったかな。やっぱり今日はリッチ 60SS デーだよ。場所変わって一頭目いきなり一匹です。これはしかしちっちゃいな。これよく見たらかなり小さいんで、小さいからこそ見ていただきましょうかね。こんなメバルですよこれ。もう仏持ちするのが難しいぐらい。ほら
僕の手が20、ね、僕の手21センチぐらいですから、これ15センチないよ。うん。まあ、こういう、これはリッチ、60SS ですから、6センチのミノをね、別に3センチとか4センチでなくてもね、釣れるし、おそらく僕ね、こいつらあの、9センチ5ミリのルアーでもね、食ってくると思います。とりあえず、60で2、3匹釣ってみて、もう少し大きなプラグ入れてみますね。おちびちゃんメバルしかいないから、いないからこそ試してみます。しがみのスリム、95F、9センチ5ミリ。これでおちびちゃんが食うかどうかね、やってみます。さて、さてさて、どこにいるか。お、食った、ほら、一発で。スーッと巻いて、ほら、ほら。三つ目のチェックポイントです。ライジングメソッドって何って、まあ、ライジングです。ライズですね。浮く動作。まあ、フローティングミノ、フローティングプラグを使いますと、まあ、ミノですとリップがついてるから、こう、引くと潜るじゃないですか。潜ったところで巻く手を止めるとフローティングですから、おのずとこう浮き上がるわけですね。でこのね、潜らせて止めて、まあ、トゥイッチかけるなどして目立たせておいて止めで止めるとふわっと浮き上がって、最終的に水面ポコッとこう背中つけるような形でフローティングミノなんか浮かぶんですけど、この浮く過程でね、バイトしてくることってね、メバルの場合ものすごく多いんです。僕がね、これに気がついたのが、定かじゃないけど、多分12、3年前かな。だから、あの、ブリーデンの DVD で、メバリングアカデミーっていうのがありますけど、このレッスン2でも、このライジングメソッドをね、あの、現場で紹介して、きっちりその通りなの、釣って見せてるんですけども、その時もシュガーミノスリムの、多分、70だったと思うんですけど、潜らせて。で、リップなりに潜ったところで、パパッとトゥイッチかけて、ピタッと腹ずるめずで止めて待つんです。そうすると、ふわーっと浮き上がる、中途で食ったり、あるいは水面下にペタッと背中をつけたあたりでパンと食ってくるというね、パターンがあるんですよ。で、水面で食うんだったら、ペンシルで食うじゃないって、一見思うよね。ところが、そう甘くないのよね。ここがやっぱりトラウトとかね、トラウトに近いような食性を持ったメバルっていうのはものすごく微妙で、こう水面があるでしょ。水面の上に浮かんでるものを食う時と、半沈みに非常に反応がいい時と、背中をつけて沈んでるような状態のものに反応がいい時とね、やっぱりそれぞれパターンがある。うん。なので、そういうレンジをに当て込めるルアーを使えばいいんですけども、わかんないじゃない、なかなか現場で。で、ライジングメソッドのいいところっていうのは、まあ、シュガースリムミノだったら、40、50センチ潜りますよ、きっちり引けばね。そこからゆっくり上がっていく過程のどこかで、メバルの食うレンジを通過した時にバンと反応してくれるっていうのがね、ライジングメソッドの良さですのでね。まあ、今回は VTR でそんなにはっきり映せてないんですけども、大変、多くあるパターンです。もう、プラグやり込んでる人はね、随分たくさんの人が気がついてるメソッドですが、ご存じない方はね、ぜひ試してみてください。9センチ5ミリだよ。こう、瀬戸内の、もう、ね、普通の平凡なかりつき堤防ですよ。これ、見て、14センチ。テールフックへ。釣れるでしょ。だからね、本当にね、プラグってね、サイズじゃないのよ。まあサイズの時もあるよ。絶対サイズじゃないとは言わないけど、僕の経験ではもう年間通してね、こういう
7センチ9センチのミノーでねメバル釣れないなんてことはほとんどない。年間の中で 10% ほどはある。あの3センチとか3センチ5ミリのプラグでないといい結果が出ない時っていうのはね 10% しかないからね。あとの 80% 90% はさ釣れるんだよ普通に。このただやらないからみんな気がついてないだけなの、うん、でわざわざ何の大きなプラグで釣らなくてもいいじゃないかと思うかもしれないけど、大きなプラグってねやっぱ手返しがいいんですよ。何をしても飛距離も出るし、ルアー自体の存在感も分かりやすいしね、うん、だから結局使いこなせるようになったらっていうの、自信も持てるようになったらね、使いこなさなくても釣れるから自信、これで釣れるんだというふうに自信が持てるようになったらさ、結局7センチから上ばっかり使うようになっちゃうの僕みたいに。これが真実です、メバルプラッキングの。よし写真撮ってもらおう。今ね SPM の、SPM の75をボトムまで沈めてます。深いところにサイズアップできるやつがいないかなということで、ちょっと試しにねボトムまで沈めてます。よし、こっからスローに巻き上げてくると、でレンジを斜めに上方に通過する過程で、まあもしかしてボトムより少し上の方にいいサイズがいたら、そういう動きにはね結構よく反応するので、うん、食ってこないか。ああ、追っかけてくるね。素晴らしく飛距離が出るね。沖の暗いとこを打つのは簡単だよね、SPM だと。今度は一点、表層直下を沖の暗いところからゆっくり巻いてきます。よし、食った。食いました食いました。うん、あ、サイズはね変わんないんだけど、やっぱりね沖の暗いところにだね、あのプラグで食ってくれるやつが、足元にねちっちゃいやつがいっぱい見えるんだけど、おそらくこういう足元のちっちゃいやつはね一番明るいところにいるから、ほんと豆みたいな餌食って、で活性もちょっと低いんだと思う。だからこういうのはさ、もう極小ジグヘッド、僕がいざという時にためにやるフライフックのね20番とか使ってワームの尻尾だけつけたようなやつだったら食うんだよ。こういうのが普通のジグヘッドでも食わないよ。でも沖の流れの中でこう餌取ってるやつは、同じサイズのメバルでもこういうね SPM の75あたりに簡単に食ってくれるってことですよ。はあ、目いっぱい遠投して、これ SPM の75でフロロが 0.65 だからね、もう楽勝で 30m 飛ぶんです。 30m 後半台じゃないかと思う。本当によく飛ぶ。さっきの人じゃん。お、食った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 、また食ったよ。SPM 爆調です。でおかしなもんだよね、リップ付きでバタバタ 60SS なんてのがずっと調子よかったのに、こっちのあの風のないところ来たらさ、リップレスの方がよく食うよ。これまあまあ今日の中じゃいいサイズ、20センチ近くいったよ。いやうん、あの見せたい絵が見せれてる。うん、いいロケになったですよ今日はね。
山口県で1月9日で風の強い風表側の堤防と反対に山越えてね風が当たらない裏側の堤防へ来て、うん、その両方なりの釣れ方ね、風が吹いてるところでは完全にトップにはいまいちできれない状態の中、リッチ 60SS というねスローシンキングのリップ付きのミノが非常によく釣れて、うん、でこっちの風がもうほとんどないく潮の流れもね、目立ってこう際立ってないような、まあどちらかといえばペタッとした感じの海域では、SPM スローシン SP、シンキングペンシルミノーだよね、リップのないやつ、リップレスの割とヘビーウェイトの、ルアーが構想してるというね、比較的特徴的な、で釣れてるメバルが全部ほとんど18センチ以下が7095なんていうサイズでね、さほど苦労しなくても食ってくるという、そんな、お正月とその山口ロケでした。はい、次はまた、そうだな、1月末か2月頭かどん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 あの春の3月4月というふうにメバルの活性がこう上がっていき、大型が接岸してくるその過程をね、5月6月7月ぐらいまではね追っかけてみたいと思いますので、乞うご期待で。